めちゃくちゃ楽しいっす。楽しいです。札幌のテイネプールではお盆期間中ということもあり、朝から大勢の人でにぎわっています。今日は台風の影響で全道的に朝から気温が高く、午前11時までの最高気温は札幌で 32.7 度まで上がっています。観光客でにぎわう旭川市の旭山動物園では、暑さのせいか猿が日陰でじっとしていたり、ライオンもぐったりした様子です。暑いです。あんまり変わんないですね。今週と寝てた。旭川は午後には気温が35度まで上がり、今年2回目の猛暑日になる予想で、熱中症にも注意が必要です。